皆さんこんにちは。アルバルク東京一番小島元気がお送りする第7回アルバルク東京算数ドリル講座。パチ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 。今回は分数と整数の計算を進めていきます。今日も暑いということで、またポロシャツでやらせていただきます。これ変わったの分かった？じゃあ行こう。では問題やっていきましょう。1dl で板を7分の3平方メートル塗れるペンキがあります。このペンキ 2dl では板を何平方メートル塗れますか？これを式に作っていきましょう。今回これ難しそうだから算数であの大事な図使っていきましょう。はい、図また出ちゃいましたね。ということで分を当てはめていきましょう。デシリットル、1デシリットルの時だから上が7分の3、つまりそれが2デシリットルの時のここを求める。つまりここが2、1から2ってことは、はい、2倍。これ上と下比例してないとおかしいよね。つまりここも 2倍ってことは、これを式に当てはめていきましょう。つまり7分の3かける2、これが式になります。よし、じゃあ式やっていこう。7分の3かける2、これつまり7分の3足す7分の3でもできる。そうなると答えが、7分の6、つまりこれが答えになる。でも7分の3かける2でもどうやってやってる？つまり整数を分子にかけたら同じ答えになるんじゃないのかなって思います。3×2、そうすると6だから7分の6、これでも答えが同じになるから、これでもいいのかな。で、答えが7分の6平方メートルになります。みんなできたか？では最後の問題やっていきましょう。菊池翔平選手が子供の誕生日にケーキを作ってます。ケーキを1個作るのに7分の2リットルの生クリームを使います。このケーキを3個作るのには生クリームは何リットル必要ですか、という問題になります。これ菊池翔平選手もめちゃくちゃスイーツ大好き。あのワンホールのケーキ食べちゃうから、それは置いといて、算数であの大事な図使って今回もやっていきましょう。はい、今回の図出しちゃいました。手慣れてきました。ということで文をこの図に当てはめていきましょう。コとリットルね、つまりここ見て、ケーキを1個1作るのに7分の2リットル使います。つまりここ見て、3個作るには、つまりここは3になります。その時に何リットル必要か、つまりここの答えを求めます。これさっきの図はここに矢印書いてあった、1と3、つまりここは3倍になってます。で、これ上と下が一緒じゃないとおかしいから、上もそう3倍になります。ということは式になると、7分の2かける3、これが式になります。つまり答えを出すと7分の2足す7分の2足す7分の2、つまり7分の6が答えになるってことか。でもさっきもやったけど、掛け算、分子を、整数を分子にかける、つまり 2×3、これも6、つまり答えは7分の6で同じになる。
このやり方もやっぱできる。で答えは7分の6リットルになります。これ前回と一緒だね。答えこれ算数であるけど2回連続同じ答えが来るとちょっと不安になるけど、みんなが解いた計算したその答えを信じてやってください。では今回のまとめです。分数に整数をかける計算は分母はそのままにして分子にその整数をかけます。みんなわかったかな。皆さん今日もお疲れ様でした。今回は分数と整数の計算を進めていきました。まあ、式を作るときに図を使って整理できたと思います。みんなできたかな。まあ、みんな今ね家で勉強することが多いと思うから、この動画を使って一緒に頑張っていきましょう。そんで今回の問題は10ページ見てもらえば分かるけど、そこで挑戦できるのでみんなやってみてください。じゃあみんなまた次回の動画でー。